今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます12月の18日月曜日今9時46分を回ったところで私「カウントダウン t v をね6時半からですか今日ずっと見てて今か今かと待ってたんですけどなかなか始まらなくてですね始まらないっていうのは「そのストーンズが出てこなくてですねもう一体いつになったら出てくるんだろうと思ったらさっき「 ちょうどね、あのちょっと待って今音を出しましたけどこのあとどうやらストーンズが出てくるっていう感じであの白い衣装を着たみんなこうやってなんかねジェシー君がくるっと回って何かやってましたからこのあと CM 明けに来るんじゃないということで待ちましたね皆さん今からだから見ていこうと思いますけど今ちょうど CM やってますから <laughs> ちょっとお待ちくださいね。いやでも 今日は、ね、いつもだいたいビデオを撮っといてあとからいろんな人順番に見ていくんですけどたまたまもう6時半7時ぐらいからテレビが家でリビングがついてましたのでいろんな方たちねいつも解説しない方たちをまあ見てきてたんですけどなかなか面白いですねあの頭からいろんな方をこう見ていると私はこうやっていつもね SixTONES とか解説をしてますけど解説しない方たちもまあ見るじゃないですかいろんなこと思いますよ私は。 えー、ここではもう語れないようなこといっぱい思いながらね見てたりしますけども <laughs> そうこここの人たちこれでレコーディングあってんのかなとかねあの <laughs> まだどこまで行っていいかわかんないですけどこういろんな人たちがいますので、えー、でもあの TBS の前で歌ってるあのちゃんなんかはもう自分が別にアーティストでね歌い手じゃないといの分かってますからもう目いっぱいなんかね自由に楽しく歌ってみてあれはあれでいいと思うんですよね。なんか アーティストっぽいお顔をしながらそんなお顔で僕は私は上手いですよねみたいな顔をしながらあんまりそうでもなかったりする人はねどうしてもこうテレビ見ながら何にも収録してないのになんかボソボソ言ってたりするんですけどまあそれはまあいいとしてそろそろでも CM が開けると思うんですけど今パナソニックさんやってでててで,で,で今まだ手帳の CM がね流れてますけど。 私はこれから歌うわけじゃなくて勝手に見てね解説するだけですけどなんかねちょっと緊張感皆さんファンの人ってあるんじゃないですかあま,まだ違った、はい、<laughs> もうどういうふうにスタンバイしてるんだろうとか,なんか前半の方から結構見てたら「SnowMan」Snow とか「BE:FIRST」とかあの辺はちょこちょこそのねカウントダウンとかやる時にいましたけどあれまだいましたけど一回もそんと出てこなかったですよね。 だからその前に何かお仕事とかもあってとか他のチャンネルの番組とかとかぶりがあってとか出れないのかなとかいろんなことを考えながらもうそろそろ後に開け開け「あっなきゃや」「ライブライブクリスマススペシャルクリスマスライブストーンズの皆さんが今年の大ヒット曲スペシャルメドレーどうぞカツカツカツちょっとこれカウントが聞こえてデンデンデンまずクリークで真っ白い上下で「河く君かっこいい顔してるキャブ」。 ストーリーは変えられぬ北斗私や指先を世界のルール。さあ、大学、かっこいい中のシャツも。ああ、声出てるね。なぜ恐れてるかっこいい。ジェジュリくん。ベラチュアテーのアイステリーアン。トゥイティピーコールくー さあジェシージェシー自身が難しい歌だと見える僕らをえた歌やおおルーケス北斗君カチロセブ女性者よケンダリホエヨイネホノイガタタタイガクダーニックスバラシーマイ 通りじゃなキリッいした顔です。<あ>北斗君今日のしまかり肩だけ動いコイイうわる。大キリッとえしてうわいいね動いたとこからタラッ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 タラなタラッ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 いラねタラッタラッタラタラッ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 タラララッタラッタラッタラッッッ と切れのいいジェシーまっすぐカメラ見てドアが鳴るすっごい難しい歌だねしっかり胸を張ってくるっと回る大く君かっこいいですねさあそしてメリークリスマスチキンいっぱい食べる準備できてますかストーンズっぽいねええとジェシー真ん中でさあジュリア君さあ大河君これこれバスガーといい表情 ジェシーすごいグルーブ感コーチくん、カルカットかっいいね。カカルットキャさ、北斗くん。イイロン、クレーゼル。うわ、いいね、ジェシーのグルーブか。さあ、あこれだけで分かってる。でもこれしかない。からこれにかかってるのマチカットのミも俺、じャカットる。すごい。ラッツファイアかっこいい。すごいね、この足のステップが。ああ、キレイがすごい。なんだー いつもどしで待って。いいね、ジュリ君の足のステップアップ。いいね、森本君の右左のステップマン。んな、終盤通り。大学かっこいいな、に今の。ローリン、ローリン、これわってけ、ローリン、ローリン。一緒。一、二、三、四、順番通り。一いだけよ、手とどローリン、ローリン、ローリン。これだってけよ、こっから始まんな。かっこいい、コーチん言う。グラス、サングラスをけげながら。いや、ジェシー、ラッカー ジュリック目から下がってます。おかっこいいみんな出てきて。なりかかってよ。いいじゃん、ここのラップのところ。斗くんそう、ピーポー、タイガーくん、ピーポー、ピーポー、とコーチくん来た。こんなシーン、ボイス、タイガー、ライト、カーットタイラー、タイっこいいニュードリーミドリー、サーキー、タロウとワーチェシー、ギター、わかっこいい色っぽい。タイガーくん、いクラー、ク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 、のク、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  かっこいいジェシー重心引くなんだうわーーーんんから北斗君カメラがどんどん動いてててジジュリそそししェシーそして森本君で最後っすごいジェシーのやっぱりリズム感体感俺悪くない何も間違ってない自分じゃない何かのせいにしたい繊細じゃない。 ダンスわかんなサイド、これはフィクションじゃないよく見なさい。テンプのサイダーとないでもやめられない見たい。あたしアホかバカみたい。かっこいい見てみたいみたいってモニモトクイねん。まず自分で決めつけんな。探せお前の正解。本当の自分なんてい,いようしないよ。さあ大学。どうする？トムコンデルとこの総ダメ。そこはそのままじゃね。ジュリー君から。次行く？ジェシー。やる。 I high can I can't no know, I know. solve all 難しい歌。レイキュー後ろのメンバーからのライトが。や死 <laughs> の頃言わずに動け道、泣け道ほど進めし、ジュリたし魂とシーツな燃料、何をフライドす <laughs> わ。 ここの流れめちゃくちゃかっこいい。一番なんだ、ここから始まんだ。一切教師一切で。わあ大河のステップ。森本くんのグループかもいい。ここから、ここから始まんだ。大河君、近。一切最初順番どおり、ってないだけで予定どおり、ローリンローリン、転がってけ、構築委員もね。 ジェシーいろいろ一緒一二三進順番通り行ってないだけでよって森本君余裕転がってけよこっから始まんだくるくる回ってジェシーうわーメリークリスマスとジェシー君言ってますけど最高のステージでしたとお届けしていや 何分やってました今ものすごい私疲労感ありますけれど <laughs> あれ最後今大我君後ろの方になんか行きませんでした最後の最後何かを投げに行ったのかな <laughs> 投げに行ったってことないか一瞬後ろの方になんか行きましたよねあれ何かが起こったのかなちょっと後でビデオ見てみたい感じですけど何だったんだろう ね、すごいもう激しくみんな動いてるからもしかしたら何かね何かが取れたなのかわ <laughs> かんない <laughs> なんかわかんないですけどすごいでも激しかったですねどちらの曲もまず曲自体がね本当に忙しいしあのテンポも速ければ言葉の数も多いしねこれをまずね あれだけ動きながら歌ってるということ自体がまあ、毎回言いますけどすごいんですけどちょっと歌い始め、えー、だから「クリーク」の方かの、えー、最初ね北斗くんもそれから、えー、その後森本くんもそうだったかなちょっとなんか音程取りにくそうにしてる感じありましたね。あの それではどうぞってエトアナウンサーが言った時にカツカツカツみたいなこうカウントがあれまあ皆さんのきっとねイヤーモニターに流れてる音だと思うんですけどあれが流れてでまあ伴奏っていうかね後ろの音が入りましたけどやっぱりね「クリーク」って曲はね後ろの伴奏のその音の種類というか数がすごく少ないから。 歌う方としたらやっぱ完全に頭の中でそのね正しい音程を鳴らしながら行かないといけないんですけどやっぱテンションが上がってるからちょっとねああいうこう前奏がパラリーンとか鳴って出てくる歌とかじゃないとやっぱ若干こう音がね高めにいっちゃうというのはね北斗んは結構最初から難しい階段のフレーズ歌ってるからそこねちょっと取りにくかったように聞こえましたけどね。 うん、でもすごいのはそこ最初ちょっとおろっとちょっと上かなと全体的に音程がねもうほんと細かいところですけどでなりましたけど次のフレーズに返ってきた時にはしっかりとそこをこう修正修正っていうほど最初が別にずれてるわけじゃないんですけどちょっとだから取りにくさがあったんじゃないかなという感じはしないでもなかったですけどそして大河君がねスパーンと高音を1本出した時に何かみんながねシュッと一気にこう。 そそうだそうだだこういう感じで歌うんだったみたいな感じのまあ気持ちが一瞬ギュッてまた結束したような感じになったところがすごい印象的でしたけどそのフレーズ最初の高音出しに行った時だったかその次の高いサビのところだったか大学君も一瞬ねゴロンとなんかこうその音に行く時に一回こう小石につまずきそうになるみたいな出方してましたけども。だかかららもしかしたらまあこの 曲の並びがクリークからこっからというのはねもうそういうふうに決まっててリハーサルもしてたと思うんですけどやっぱりどっちもテンションの高い曲だからあの桶のこう感じ、ね、音数の少ない感じでいきなりバーンって一気にいくとやっぱだからもともと楽曲は難しさあると思うんですけどねでもその中でもやっぱジェシーなんかはね、まあ、自分がもともと歌うフレーズそれからそこに来るまでにもこうね体感 グルー感と、まあ、動きもすごいなんでしょうね一人だけなんか上半身だけがこう動いてるみたいなこう下半身が全然動かないみたいなこうどっしりとした重心の中でなんかジェシー特有のこう、ね、リズム感グルーブ感ですごく安定した音も鳴ってましたしね低音の響きそれからコーくんがとにかくね毎度毎度最近言ってますけど。 声自体がもう地君の,の一番最初の柔らかいね表情筋が上がって明るいまか、あ、どちらかといったら可愛らしい明るい声みたいなものが今の「クリーク」とこっからの中では本当に出ないどころかすごく滑舌が良くなってもうラッパーみたいなラララ、まあ、そういうサングラスもかけてたのもあってねいやなんかやっぱく君すごいね改めて聞くとね。 うんそしてまあ樹里くんのもうラップはねもういつも聞いても安定ですけど眼鏡がちょっとこうずり下がってるのがねもう世代古いですけど大村コンサみたいな感じでちょっとこう <laughs> 悪さ倍増してるからあれ初めてストーンズ見たお茶の間の皆さん今お茶の間があるか分からないですけどもの皆さんが見たらちょっとさ悪そうな子に見えそうじゃないあれはまあ本当はね根がいい子なんですけども <laughs> 親戚のおっさんみたいなこと言ってますけど。 いやでもなんかそういう表情とかえそのまあまあ衣装もねそうサングラスもそうですけどああいうのでまあ本来例えばバラエティとかで見せているまあおちゃらけキャラクターとかそういうのとまた歌の中に出てくるとまあそれ6に全部ですけど全然違う空気が出てくるあたりがやっぱりこの振り幅とかねえギャップみたいなものはやっぱりストーンズの大きな売りだと思いますので。 ぜひねあれだけを見てジュリ君悪い子だと思わないでいただきたいなと思いますけどそしてやっぱりこっからがねめちゃくちゃ、まあ、もちろん難しいは難しいんですけど私も何回もこうやってこう、ね、歌声解説見させていただいてるのでだいぶその楽曲に対する耳とか感覚が慣れてきたのか。 皆さんの歌っているその言葉のね、えー、発音の仕方とかメロディーへののっけ方とかがだいぶ最初の頃に比べてこうねゆっくりゆっくりっていうかテンポはゆっくり聞こえないですけど一つ一つ一人一人の声が聞こえてくるようになりましたけどや,やっぱりねこれを改めてこのテンポであの言葉の数そしてメロディーもあちこち動いてるやつを。 ここんなに歌えちゃうこと自体がすごいしよくよく聞いたらやっぱジュリー君とあと北斗君だったっけねえらい一息で長く歌ってくフレーズありますけどあんなのあんだけ動いてる中で来たらどっか練習ではね一息で行けたとしてもライブになるとちょっとやっぱこう息も上がってきてどっかね苦しくなっちゃいそうなもんなんですけどすごいドシンとしてるわあの長いフレーズをしっかり しっかり空気の量が最後の最後までね残っていて、むしろまだ余裕があるぐらいの感じで、いや歌えてるとちょっとすごいことですよこれは。そしてあのねサビのところの、ダレーンダレーンダラーラーーーーーって言ってる時って、足がこう右に前を行ったり後ろ行ったりしてる時ってあれもう軽く飛んでますからね。その場でこう動いてる感じですけど空中に浮いてるから。 声っていうのは両足でバンって踏ん張ったり重心をグンと下げてあげる方が安定した声が出やすいんですけど「ティティティリリリ」って言ってる時はこれもう同時に何秒か足上がってる時間ありますよきっとね。でああののの中であのサビの まあ安定感音の安定感とそれからグルーブ感もキープして歌詞もあのメロディーにっけて「ダラダラダンダラダララ」って私こんだけ動いてるだけだって声ブレてるのにあれほんとすごいと思う特殊技能だと思いますよすごいねいやもうただただいつもすごいなーになっちゃいますけどただまあ今回はね本当にちょっと歌い始めんところどうだったんだろうと、まあ、勝手にね もういつもいつもこうねテレビで歌われる時も皆さん安定感抜群だからなんだろうね思う人よりもこう桶、OK、の音がちっちゃかったのかね最初のやっぱりフレーズ難しいけどでもやっぱりああやってね生でパフォーマンスしてるからこそその時々のですね、えーまあ、それぞれの声でちょっとだけあらいつもと違うかもみたいなことも含めてやっぱりこれライブですからで6人は6人として別に今日のがね全然良くなかったっていうわけじゃなくて。 いろんな経験をしていくことによってまたどん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 いろんなところでねパフォーマンスしていく時の経験値が自信になっていくでしょうしまあこういうね生放送の番組に呼んでいただいてねもう一時はもうそのねキュージャニーズ事務所と言われるところのグループは全然呼ばれないみたいなね時代も時代もっていうかそうタイミングも時期もあって。 今何だろうこれね他にもストーンズも出てましたさっきキング g p r i も何にわ男子もみんな出てましたけどあの時期何だったんだっていうぐらい今出てますからねもう本当にご本人たちはいろいろね辛労もあると思いますけどもこうやってねパフォーマンス出てきてくれて目いっぱい見せてくれる子やっぱ6人をね改めてみんなで今まで通りにもしかしたら今まで以上にですね応援していくことをもう続けるしかないわけですから。 えいろんなごたごたがあってもこうやってね年末の特番で歌ってくれてで難しい曲を改めてねこうやって見てみて本当にレベル高い歌唱そしてダンスパフォーマンスで見せてくれましたのでそれを私が初めて見ながらまた思うままにお話をさせていただいちゃいましたということで皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。